はい、皆さんこんにちは、今日ご紹介するのはこの黒い箱です。何かわかります？黒い箱、ちょっとねうっすら字で書いてあるんですけど、裏返すとねよくわかるんですよ。これキングジムさんのねポメラ DM100 です。はい、で箱はね結構こんな大きな感じになってますね。かっこいいでしょ、ブラックので。もう中身は出してるんですけど、ちなみに、これをですね開けますと、まあ、こんな感じになっててね。でその本体は、実はこれになってます。これ後で紹介しますね。でまあ説明書が入ってて、あとこれに、付属でついてるのがこのキーボードシールになります。肝心の本体ですけど、この前ね私ちょっとね、カミカミの動画あげましたね。ポメラの、DM11G っていうね、ガンダムの、まあ、シャア・アズナブルモデルっていうのを紹介しましたけど、まあ、それのね、上位機種ですよね。DM100 っていう。これが本体になります。はい。こんなね、長細い、まあ、ノートブックみたいな形しますよね。で、裏側は、こんな風になってます。で、本体を開けると、まあ、こんな感じですね。本当にね、ノートブックみたいな形になってます。で、前回ご紹介した、DM11G っていうね、こう、パンタグラフ式のやつっていうのは、非常にコントラスト調整がね、あまり良くなかったですけど、これはね、コントラスト調整じゃなくしに、バックライト調整になってます。ね。非常にこう幅広でね、タイピングしやすいです。で、一つ、これ特徴は、ここ、わかります？このね、端っこにね、6つボタンがあるんです。でね、一つ何かというとね、これ一番上がね、これ、Bluetooth につなげるボタン。で、二つ目がね、これ QR コード作るボタンなんです。専用のボタンです。それから、カレンダーでしょ？それから、こっちが、まあ、国語辞書とね、和英と英和のね、2つの英語辞書があります。はい。で、これ閉じると、こう、オートシャットオフで、上げるとオートオンになります。ね。こうちょっと文字打ってますけど、DM100 の ご紹介ですとなってますけど、まあメニューをね、ちょっとお見せすると、こんな感じになってて、まあ、例えば設定画面が、こう、一番端っこにこうあるんですけど、まあ、ここでね、コントラストだとか、パワーセーブのね、調整だとか、そういった調整ね、設定をします。はい。あと、まあ、辞書のところ、ツール。これはまあ、今、専用のね、6つのボタンがショートカットであるんで、ショートカットっていうか、まあ、専用のボタンがあるんで、まあ、ここはあまり触ることないかもしれないですね。あと、単語登録。それから、まあ、検索挿入の仕方。まあ、編集、切り取りコピー、貼り付け、削除。まあ、すべて選択っていうのがあるもん、便利ですよね。それからファイル、この新規作成、表の作成もできます。それから上書き、まあ、セーブの仕方、名前付けてセーブ、ファイルのコピーとか管理とかね。まあ、こういった基本的なメニューがあります。はい。まあ、そういう意味ではね、私の動画でご紹介しています、シャープの電子ノートですね。WGN10 っていうやつね、手書きのノートありますけど、あれはね、そのノートの中でコピーとかね、ペーストっていうのはできなかったんですけど、まあ、これはそういう意味では、まあ、キーボード式のメモなんで、そういうことができるというところにはちょっとメリットがあります。はい。で、ちなみにね、ちょっと大きさを前回のパンタグラフ式とちょっと比べてみましょうか。で、前回のね、私がご紹介したこの、アズナブル仕様。言いにくいね。シャーアズナブル仕様。早口言葉みたいですね。で、ちなみに、これね、前回ご紹介したこれ、パコッとこう開けるやつね。はい。よいしょ。ね、これ、まあ一般的な、オーソドックスな、パンタグラフ式のポメラ。まあ、それとね、大きさをこう比較してみると、ね、こんな感じになります。こう、ショーが分かりやすいですかね。こんな感じ。まあ、当然画面は広いし、キーボードのね、
タッチ感覚も広くなってます。まあ、そういう意味ではねすごく打ちやすいんですけど、難点はあの大きさですよね。こうちょっと折りたたんでこう並べてみますけど、まあ広げたこれをね広げた状態と同じぐらいの大きさあるんで、まあそういう意味ではこのパンタグラフ式のやつね、これはあの非常にこう折りたたんだ時によいしょ、こういうコンパクトになるんでね、こうだいたいどれぐらいですかね、 1.8 倍ぐらい、そんなない2倍ぐらいあるのかな、うんぐらいあります。まあそういう意味ではちょっとお好みですよね。とその分あの当然厚さがねだいぶ違います。かなり薄くなってます。まあこの上の画面1枚分ぐらい薄くなってますね。それとまあ一つメリットはここにねまあストラップとかこういうふうにつけれるというのがメリットです。はい。それと表面ここの上はマット調になってます。だから非常にグリップ性はいいです。ただね私個人的にはねちょっと気に入らないんですこのマット調っていうのは、時系列的にずっとね追っていくとこれがねちょっと化学反応を起こして非常にねベトつき感がね増してくる時があるんです。だからあのこれを保管する時っていうのは非常にねそういう化学変化にね気をつけて環境ねしっかりしたところでこれを保管しないと、こういうマット調のやつのねこのラバー質のやつっていうのは必ずあの化学反応を起こします。でせっかくね物はいいのに化学反応を起こしてここベトベトになるともう使うの嫌になっちゃうんで、まあそういうとこだけちょっと気をつけた方がいいかなと思います。でちなみにこの DM100 用の専用のケースっていうのも、売られてます。でそれはちょっとご紹介しますと、こんなね、ポメラとちょっとわかりにくいね、わかりますポメラって書いたね専用のケース、これ面白いのはねここだけポコって膨らんでるでしょ。でこの膨らみっていうのはこれに合わせてねこういうふうにできてます。ただねこれ入れるとねピッチピチです。ちょっと入れてみましょうか。これねこれ入れますね。よいしょ。かなりねピッチピチです。もうピッチピチ。はい。それとこれねこのケース自体はウェットスーツみたいな素材でできてます。で実はねこれ私このウェットスーツ地のやつっていうのはねあまり好きじゃないんです。っていうのはね匂いに敏感な人は苦手かもしれない。あのねすごくねなんかラバー臭い匂いがね私ダメなんですよ。でそういうね匂いがねちょっと苦手な人にはねこういうまあクッションケースっていうのはあまりおすすめじゃないです。それともう一つさっき言ったようにこういう感じのねやつっていうのは意外とねショックとかにはいいんですけど、さっき言ったようなこういうマット調のねこういう素材とはね相性がねあんまり良くないかもしれない。だからずっとこれにね入れっぱなしで長期使わないようなことがもしあるようであれば逆に出されておいた方がいいと思います。でないとここがね化学反応を起こしちゃう時があります。でかといって例えばナイロン袋みたいなのに入れて保管するっていう場合でもナイロン袋にね貼り付いてここがね溶け出したりします。でかつて私まあ、これとは全然違いますけどこういうマット調のねパソコンノートパソコンを使ってた時代があるんですけど、そういうことが起きました。なのでちょっとねこういうマット地のやつなんかこういうのに限らずスマートフォンでも何でもそうなんですけど、ちょっとそういったね化学変化が起きないようなケアっていうのは大事かなと思います。はい。ちょっとね話それちゃいましてすいませんね。でいずれにしてもこのポメラ DM100 っていうのは非常にタイピングしやすい。でただ、これはちょっと品質のばらつきがあるのかもしれませんけど、このね平行度っていうのかな、机に置いた時に若干こうちょっとねどっかの足がね浮き気味になったりします。足は、こっちの電池入れるとこに2つとで、この手前側に3つねあるんですけど、ここのね平面度っていうかねそれがあんまり良くない、立て付けが良くないやつがあるかもしれない。私のやつも若干ねちょっと
キーボードをね、こう打つときにペコ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 したりします。だからまあそういったところはね、もうちょっとしょうがないです。あの品質上の問題とはいえ、ね、なかなかコントロールしにくいところなのかなと思います。で、それともう一つ面白いのは、これね、パワーモード。エネループも実はね、ちゃんと対応してて、エネループを選択できるモードっていうのがあります。こんな感じでね、パワーマネジメントのところで、通常のね、電池なのか、まあ、エネループなのかっていうのをね、こう選んで、コントロールすることができます。はい。まあそういったね、ちょっと面白いモードなんかもあったりして、エネループと通常の乾電池の差を見極めることもできたりします。あとは、パスワード管理なんかもできます。で、ちなみに、これね、今、テキストね、打ってますけど、これを例えばね、iPhone とかに送りたいとき、この QR コード作成ボタンって押すと、こういうふうにね、QR コードを作ってくれます。で、これによって、カメラで QR コードを、まあ、認識させて、例えばメモ帳とかにコピーしてくるというようなね、こういう外部出力があります。で、ちなみに先ほど言いましたように、コントラスト調整がなくて、ここの、バックライトのね、明るさでね、こう画面をコントロールするという形になります。ということで、DM100 大画面のキングジムさんのポメラですね。これが今最上位機種になってます。で、最近出たのは、パンタグラフ式の DM25 っていうやつです。これは先ほどお見せしたこの DM11G の最上位機種として、これが4インチ画面に対して、DM25 は5インチ画面ということになってます。お好みに応じて、パンタグラフ式なのか、こういった、1枚キーボードものなのかというのを お選びいただいたらいいと思います。はい。ということで今日は、ポメラですね。キングジムさんのポメラ DM100 についてご紹介しました。はい。それじゃあまた。バイバーイ。